DS BDS ウォーディネディーハーツルーツやっていきましたね。皆さんマック大好きでしょうか。今日ね新発売したね商品を買ってきました。地球一周、はい、僕ね地球一周ね憧れてね、ちょっとねパンフレットをねもらってきました。なんかそこらにあるアイアンの中の、パンフレットねもらってきたんですが、地球一周とね世界一周って何が違うんすか。僕ねもう若いうちにね世界一周かね地球一周してみたいんすよ。でねちょっと話がそれてたんですけど、本当はこっちです。てぃー待ってー、おーだれあれえふざけんなよ。なんだこれ、なんか違くねえかカップが。え、これだと思ったんすよ。なんでこれなんだよ、どっけんなよ。まあね、僕はもう心が広いんでね許しますよ。え、これしかないのかな。で、これを買うとね、え、これがついてきました。ミルクキャラメル、これ森永のおなじみのねミルクキャラメルで、これね僕すごいと思ったのが、相当ね自信がないとこの本物のミルクキャラメルをね付属させないっすよ。だって味が違かったらちょっと問題じゃないですか。そんぐらい自信があるってことなんですよ。で、ミルクキャラメルがね、こう登場したのは1903年ぐらいで、もう103年の歴史があるんですよね。で、とりあえずね、このミルクキャラメル食ってみましょう。あ、買って、ちなみにこれ今日発売ですね。うん、あ、うまいうまい。 M サイズでカロリー295カロリーですね。全然キャラメル感しねえな。舌が麻痺してんすよね、この甘いキャラメル食べたことによって。なんかキャラメルが入ってんじゃねえの的な感じですね。中はやや茶色です。うん、なんかね全然ねキャラメルの味がしない。 What? って感じですよ。これね、わかった、このキャラメルを渡すことによってなんか舌をね麻痺させて、そっからこう飲ませるっていう戦法なんですよ、きっと。何も言われないで飲まされたら何が何だか分かんない味。はい、ダンテスポイントブルーピシュ20。はい、なんで20点かというと、もう一度ね飲もうとは思いませんでした。なんか重たい、これやっぱねマクシック自体ね重たいじゃないですか。だから S サイズでギリギリって感じで、やっぱフルーティー感がねないとねこれ全部飲めないですね。あ、飲みますけど、やっぱいろんな種類がある中ね、ま、もう一度飲もうとは思わない味でした。でもこのねキャラメルがついてくるのはね、高評価でしたね。はい、ということでね、ぜひみんなもなんか普通に美味しいんで、キャラメル本当に好きだっていう方はね買ってみていかがでしょうか。あとね、この紙、このコップがなんかこれじゃなかったのがちょっと残念でしたね。ってことで、シュー、ありがとうございます。PDS 株式会社チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。コラボってなるといろいろ期待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